どうも、なんだか重工ともです。今回の動画はタッピングマシン製作の続き後編となります。まだ前編を見てないという方はぜひこちらから見てみてください。で、今回は何をするかと言いますと、まずですね、皆さんに図面を見せてなかったので、図面をここら辺に表示しておきます。で、それを踏まえて、前回はこの部品を作りました。この部品は、パーツ名がねちょっと分かんないんですけど、まあ、こうメインフレームの、まあ、一番要となる部品ですね、はい、これを、まあ、アルミブロックから削り出してアルマイとしてレーザーマーキングということまでやりました。で、今回何をするかというと、その他の部品を全て製作します。まあ、購入品とかもあるんですけど、例えばリニアシャフトですね、リニアブッシュの中を通るリニアシャフトだったりとか、ここのドリルチャックが取り付くところのシャフトだったり、あとこのハンドルがねここにつくんですけど、ハンドルを取り付けるためのボスなんかを、製作して、 あとは台に固定する、なんて言うんだろう、台ベースプレートか、ベースプレートみたいなやつとか、そこら辺を作って、組み立てて完成としたいと思います。まずはステンレスの丸棒からリニアブッシュの中を通るシャフトを削り出していきます。このシャフトの精度が結構重要で、少しでもね径が大きいと途中で突っかえちゃったり、動きがね悪くなったりします。逆に径が小さいとガタガタになって、そもそものリニアブッシュの滑らかさとかが一切なくなってしまいます。で、これは何をしてるかっていうと、パーツクリーナーで表面の汚れを落として、傷がねどれぐらいあるかっていうのを調べています。あんまり削りしろがないんで、ここら辺もちょっとね見といた方がいいですね。あとは芯押しして少しずつ削って、精度を出していくって感じですね。切削だと限界があったので最後はサンドペーパーで仕上げました。で、次はリニアブッシュに溝を入れていきます。今回ダブルを買ったので溝位置が全然合いません。なので新しく溝を入れ直す必要があるんですけど、このリニアブッシュ、めちゃくちゃ硬くて HRC58 以上あるみたいです。で、普通に入れようと思っても全然刃が入っていかないので、まず三角のチップでこう溝っぽいものを、入れてから、後で平べったい溝入れバイトで入れるって感じですね。そもそも今回の用途だったらダブルじゃなくてシングルでも良かったと思います。で、リニアブッシュのシングルとダブルの使い分けなんですけど、シャフトが2本あってリニアブッシュも2個使う場合はシングルでいいらしいんですけど、逆にシャフトが1本しか使えなくてリニアブッシュも1個しか使えない場合はダブルを選択して直進安定性というものを持たせるっぽいです。この部品はドリルチャックを取り付けるためのシャフトです。めちゃくちゃシンプルに設計しました。次はハンドルを取り付けるためのハブを作っていきます。この材料は前ローレットのねテスト加工した時の材料ですね。材質は多分5052だと思います。ちなみに僕はこの5052があまり好きではありません。理由としては柔らかくて粘っこいからなんですけど、削った後の切り子がその製品に巻きついて傷をつけるみたいなことがよくあって、精度もね安定しにくいんですよ。
なのでできれば2017とか6061とかそこら辺を使いたいですね。はい、これはまあ刃物台を傾けてテーパー加工をしているところですね。角度は15度だったような気がします。はい、こんな感じで仕上がりました。シャフトに取り付けてみたいと思います。はい、なんかおかしいですね。間違えてリニアシャフトと同じ形で作ってしまいました。こちらが、本来の姿です。いやもう途中で気づけよっていう話なんですけど、まあ、そのまま行っちゃいました。これは 3D プリンターで作ったジグになります。何をするためのジグなのかというと、このジグに材料をセットするだけで面に対して垂直に穴を開けることができます。いやもう 3D プリンターでこういうジグ作るのに最適です。次はこの市販品のハンドルを加工していきます。まあ、単純にね長すぎたのでちょっと切断してまあダイスでネジを切り直すっていう、まあただそれだけですね。こういう市販品のハンドルってちょうどいい長さのやつってなかなか見つけられないですよね。はい、ここで登場したのが作られてから一度も使用されなかったランニングマシンベルトサンダーですね。初めて使われます。ちなみに今やってるこの作業は旋盤でもできます。最後はベースプレートの製作です。このプレートは僕が以前木作業を練習するためだけに使っていたもので、最近では特に使っていなかったのと、これね材質がね SS400 とかそこら辺なんですよ。でね、そこら辺の鉄に木作業するのって結構ね大変で刃が結構ね傷むんですよね。なので、まあ今回はベースプレートとして生まれ変わってもらおうと思います。はい、というわけでようやく全ての部品が揃ったので今から組み立てていきたいと思います。反対。
はい、というわけでようやくタッピングマシンの方完成しました。いや、これはねマジでいいと思いますよ。まだ使ってないけど多分いいと思います。で、主な特徴としてはここが360度、回転します。なので品物を、ね、移動させなくても、まあ、こいつ自身が、その穴にアプローチすることができるというところですね。で、あとはリニアブッシュを使ってるんで、こう上下方向の動きもとても滑らかで、実際タップやるときは多分この自重でこうネジがね切れていくんじゃないかなと思います。で、このリニアシャフトもすごいね長いやつに交換すると、あのめっちゃでかいやつの側面にタップ開けたりとか、そういったまあ拡張性とかも一応あるんじゃないかなと思います。で、このハンドルもねベアリングを2個使ってるんでとても軽やかに回ります。ちょっとじゃあせっかくなんでタップしてみましょうか。タッピング、はい、では行きます。あ、軽い。これ今 M5 か M6 か M5 ろ、M、どっちやろ、まあ、どっちかでアルミなんですけど、これはいいな。めっちゃいいやん。はい、タップ完了しました。はい、次は鉄に M8 をタッピングしてみたいと思います。一応今回タッピングペーストをつけました。あ、めっちゃいいですね。あ、もういけた、いけたよね。うん、はい、OK です。いや、これやば、めっちゃいいな。というわけで今回はハンドタッピングマシンというものを作ってみました。まあ、正直ねいらんかなとも思ってたんですけど、やっぱり実際こう使ってみるとめちゃくちゃ便利です。これはマジで便利。あの本当にね何も考えずにこれ回すだけで、あの穴に対して垂直にタッピングできるんでめっちゃいいです。で、あとこのねタップハンドル、普通ねこれでやると思うんですけど、これでタップ立てるの結構難しいんですよ。もうここのねネジが緩んでタップから外れちゃったりもよく、もうめちゃくちゃあるし、もう何よりこれって Z に荷重でいいのかな、こう力をかけながら回さないといけないんですよね。で、結構難しいんですよ。で、やってる間にこう斜めっちゃったりとかしちゃうんですけど、こいつはもう自重だけで、この重さだけでトルクをね下にかけてくれるんで、そのままもうハンドル回すだけでもう簡単に、タッピングすることができます。めちゃ簡単なんで、ぜひ皆さんも作ってみてください。というわけで今回の動画が面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、ぜひグッドボタンとかチャンネル登録の方お願いします。 Twitter とかインスタとか、物販とかいろいろやってますんで、ぜひそちらも、見てみてください。ご視聴ありがとうございました。